バカ海外にさ。本当だ、何やってんだあいつ。あなた一人だよあいつ、何やってんだあいつ。どうせなんかまたやるんだろ。早く帰るよあいつ、何やってんだよ。帰れ帰れ。お前なんかやれよ。あ、お前ちょか出してこいでしょ。なんでだよ、いつもお前がやってんだろ。お前がやってこいや。こんな奴にちょっかい出したら殺されるぞ。お前いい加減学校やめろよ。お前と一緒に卒業したくねえんだよ。お前マジウケんな。一応幼馴染だろ。ちげえよあんなやつ。腐りすぎた腐れ縁だろ。違うよ、腐りで繋がれた腐れ縁だろ。腐っても離れられません。ってかくせえくせえ。やめちまえばいいんだよあんなやつ。親殺したんだろ、年初に入ってろっての。本当だよ、あんなやつと小学校からずっとおなじみになってみろよ。おい、今日も行こうぜ。先輩がまた大量に手に入ったからって。マジで行こうよ、気持ちよくなろうぜ。おう、行こうか。そういえばこの前のニュース見た？ああ、見た。あれ松田先輩だよな。やりすぎなんだよあの人。人引いたらおしまいでしょ。死んだんでしょ。最悪だよな。ハーブなんかで引く方も引く方だけど、死ぬ方も間抜けだよな。もう少しで卒業だ。警視庁は先日から続いている連続の行方不明者について捜査を続けており、昨夜14日未明に撮影現場から同じく行方が分からなくなっている有名若手俳優リュウン・ソラさんを含め行方不明者は12人に上ると発表しました。リュウン・ソラさんは若者を中心に人気を集めるテレビドラマ「ヒーローとエルヴ」にて大ブレイク。昨年は日本レッドリボン最優秀新人賞を受賞し、甘いマスクと卓越した演技力で人気を博しています。リュウンさんは今月から映画の撮影に入っており、事件当日も撮影現場での姿が確認されています。秋の行楽シーズンを迎え、高尾山の紅葉を見ようと多くの観光客が訪れています。学校も辞めちゃった。どうしようかこれから。死んじゃうっていうのもいいかもね。どう？二人で一緒に。おい、タイガー、僕を守ってよ。もしもし。え？ああ、おばさん？久しぶり。
ニーナ？いや、もうずいぶん会ってないけど。え？行方不明？昨日から？いや、俺んとこには来てないよ。警察は？そっか、分かった。じゃあ何か連絡したら教えて。俺も連絡する。うん、分かった。それじゃあ。くそ、郵便です。あ、はい。行方不明って。大丈夫？どんだいこれ。おい、くそ、くそ、どうなってんだよ。なんだよこれ。僕にもできてたんだ、その傷。え、バーコード。出してください、お願いします。元春、野原。おい、誰だよこんな悪趣味なことするやつよ。トール、ぶっ壊して。バッとやめろって。危ない。離せ。やめてよ、私たち監視されてるんだから。だからなんだよ。おかしいだろこの状況。なんで落ち着いてられんだよ。こんな状況だからでしょ。異常すぎる。むやみに動いてたらいつ殺されたっておかしくない。すず、誰か。村岡先生。ねえ、誰か。三宅先輩。え、みんな七海翔。タイガー、起きた。大丈夫か。モタルも大丈夫か。頭痛いけどな。夏休み以来か。最悪の再会だな。なんだよこれ、どうなってる。わからないよ。下校中に急に後ろから襲われて。うちに宅急便だって言ってマスクをかぶったやつが来て、それで銃みたいなんで撃たれて。もう何日経ってるかもわからない。ニュースでやってた、行方不明者が続出って。それでニーナの坊さんも俺に連絡してきて。母さんか。ああ、警察、警察も俺たちのこと探してるはずだよな。携帯繋がらないよ。いや、でもあんだけニュースでやってんなら。ああ、多分な。一体誰が何のために。メールだ。受信ボックスしかない。ルール説明、バーコード、スキャン。これか。スーパーのレジじゃないんだから。
死ぬ。ふざけんなよ、誰が信じるかよ、こんなもん。ああもう今手の込んだいたずらしやがって。落ち着けってよ。いい加減にしろよ。みんな怖いんだよ。じゃあ言ってみろよ、どうやって殺すんだよ。誰誰。おい、私のです。何やってんだよ先生。こんな誰かもわかんない奴の指示に従うってのか。ごちゃごちゃうるさいな。ねえ、あんたたちも早くして。今なんて言った。うるさいんだよ。単なるいたずらでこんなことになるわけないでしょ。私は知りたくないの。最低。早くしなさい。てめえ教師のくせに一番に助かろうと。やめろじゃねえよ。ちょっと待ってよ、邪魔だよ。変わりたって状況は変わんねえだろ。今は従うしかないでしょ。覚えてろよ、お前。何これ。皆様はじめまして、そしておめでとうございます。あなた方は選ばれたプレイヤーです。なんだよこれ。皆様にはこれから人狼ゲームを行っていただきます。人狼ゲームとは、ルールは簡単、究極の嘘つきゲームです。村人サイドと人狼サイドに分かれて殺し合っていただきます。殺し合い。この人有名な俳優さんじゃねえか。昼のターン、村人サイドは話し合い、毎日15時までに人狼と思わしきプレイヤーを一人選択し投票してください。投票の仕方は皆様お手持ちの携帯で行ってください。そして最も投票を集めたプレイヤーが15時に死亡いたします。夜のターン、皆が寝静まった深夜、人狼サイドは村人を一人殺します。村人サイドには役職があり、人狼を見つけ出すための特殊能力者たちがいます。なお、自分または他人の役職は足かせをはめているゲーム時以外に人に伝えてはいけません。まずは村人、何の能力もありません。殺されないように頑張ってください。もうやだ。能力者の一人目は占い師。占い師は毎晩一人のプレイヤーを選択し、そのプレイヤーが人狼か否かを占うことができます。村人サイドで
最も重要な役割かと思われます。そしてもう一つが霊能者。霊能者は毎晩前日の昼のターンに投票によって死んだプレイヤーが人狼だったのか否かを知ることができます。そして人狼、このゲーム人狼は二人潜んでおります。それぞれの勝利条件は、村人サイドは人狼サイド二人を殺すこと、そして人狼サイドは村人サイドを全滅させることです。ではあなたの役職を発表します。なお、ここからの映像はあなたのみに流れる映像なので、他の人間にあなたの役職が漏れることはありませんので、ご心配なく。では岸本大河さん、あなたの役職は、あなたの役職は村人です。何の能力もありません。占い師、霊能者、人狼。では最後に、あなた方の脳内には IC チップが埋め込まれています。この映像を含め、あなた方の脳、いわゆる全ての行動は我々の支配下にあります。ルール違反や逃亡を試みる者は死んでいただきます。はじめに申しました通り、あなた方は選ばれたプレイヤーです。これは未来戦争へのための人狼ウイルスの実験、いわば未来への代償。誇りを持って生き抜いてください。皆様の健闘をお祈りしております。なったってニュースで、確か人狼ウイルス。なんだよ未来への対象って。昼のターンって15時までって言ってたか。うん、あと5分しかない。動揺しないと死ぬ。今の映像見たでしょ、殺されてんのよ。映画化なんかじゃないの。やっぱりダメ、投票しないと。さっきの人みたいに。おい、あんた俺に入れるなよ。ちょっと静かにしてよ。うるせえよ。俺に入れてやつ殺してやるからな。黙れよ。話し合って人狼と思わしきプレイヤーに投票。くそ、話し合いも何も情報がなさすぎる。人狼ってのが死ねばいいんだろう。おい、人狼名乗り出ろよ。二人いるんだろ、それで早く死ねろ。時間がねえんだよ。待てって、人狼のやつだって好きで人狼になったわけじゃん。うっせえよ、分かってるよそんなことは。お前なんでそんな慌ててんだよ。さっきまであんな興味なかったの。先輩、あの映像見たらさすがに信じるだろ。本当は人狼引いて焦ってるふりして騙そうとしてんじゃねえか。は？俺は村人だよ。だからむやみに投票されて死にたくねえんだよ。そんなのみんな一緒だ。もう一度言うぞ、俺は村人だ。信用できないね。ちょっとやめてくださいよ。言い争ってる場合じゃないだろ、時間がないんだよ。でもこのままじゃ適当に投票するしか。一度指で誘う。携帯じゃなくて指で。今誰が怪しいと思ってるか
怪しいも何もないでしょ。お前もさっきからやけにゲームに乗り気だな。人狼擁護したりして。え？確かに理解が早すぎない？なんで、なんでそうなるんですか？俺はどうやったらみんなが助かるか。モタールは昔からこういうやつだろ。そうよ。知らないよ、俺は。頭が良くてスポーツ万能、リーダーシップも取れて、推薦で超有名進学校に受かったってくらいのエリート。昔から気に食わなかった。そんなやつに人狼で芝居でもされてみろ。騙されてあっという間に全滅だぞ。モタールが人狼なわけないだろ。なんでわかるの？そんなはずないからだよ。てか、なんだよ先生もさ。先生も大人ならみんなをどうにか説得しろよ。自分ばっかり助かろうとしないでさ。タイガも人狼で、だから元春が人狼だって分かってるんでしょ。はあ、だって人狼は夜のターンに一人だけ殺すわけでしょ。二人いるのに一人だけなら人狼同士はお互い分かってるんじゃない。だからタイガは今元春をかばった。ちょっと待ってよ、みんなおかしくなってるよ。落ち着こう。俺は人狼なわけない。じゃあ元春が人狼じゃないって根拠は何よ。そんなのないよ。でも俺が元春と一番付き合いが長いから分かるんだよ。こいつは昔から嘘つくのが下手で、嘘つくときはすぐに黙り込む。こいつは今みんなのためにいろいろ頭を回転させて。うるせえな、時間がねえんだよ。あと2分。そんなの人狼じゃない理由にはならない。でも本当に元春は。タイガー、ありがとう。みんな聞いてほしい。もう投票するしかない。だからみんな力を貸してほしい。力？みんな右隣の人に投票するんだ。そしたら全員が一票ずつになる。そうすれば誰かが一番投票を集めることもない。そうだ、これしかない。待って、それで全員死んだら。誰かを殺すよりマシでしょ。ルールでは一番投票を集めた人が死ぬって言ってた。投票数の場合は説明されてない。うん、でも今は時間がなさすぎるからこれしかない。もしかしたら投票数の場合もう一回投票をやり直せるかもしれない。そんなの賭けじゃねえか。でももう一つ、あの映像の人は確か実験だって言った。未来戦争のための実験。そう、ここまで手の込んだ誘拐、監禁、さっきの映像、この科学技術にウイルス、全て本当ならかなり大きな組織が絡んでるに違いない。でも逆にこんな大掛かりな犯罪実験をしておいて、いっぺんに全員が死ぬなんて状況は避けたいはずだろ。確かに。でももし、もうこれしかない。大丈夫、みんなを信じて絶対成功する。時間あと1分切った。みんな右隣の人だぞ、間違えるなよ。母ちゃん、よし行くぞ。せーの。お前なんで？元春。なんで？あんたたちなんでよ！中古地だ。どうなってんだよ。大
愛が生きろよ。モタール、お前も生きるんだよ。おい、おい、母ちゃんとの約束守って、俺の分。モタール、モタール、死ぬなよ、モタール。くそ、くそ、崩れたわ。モト君死んじゃったの？嘘でしょ。私まだ気持ち伝えてないよ。やだよ、死んじゃやだよ。いやくんと一緒にいる。分かった。連れてこいよ。なんで中に残してきたんだよ。好きな人が死んだんだ、そっとしておいてあげようよ。話し合いできないだろう。死んだあいつが人狼だったとしても、もう一人は。話し合い、ふざけんなよ。ボトアルの話は聞かないで何が話し合いだよ。お前らが、お前らがボトアル殺したんだぞ。なんで、なんであいつの言う通りにしなかった。もしあいつの言う通りにして、あいつだけが裏切って別の奴に入れてたら、あいつの一人勝ちだったんだぞ。もしの話じゃねえんだよ。あいつはちゃんと右隣の鈴に投票したろ。もし全員に一票ずつ入って全員が同投票だとしても、全員が生きてられる可能性なんてあるわけないでしょ。だからもしじゃないんだって。そんなやってみなきゃわかんねえだろ。命があったらの話でしょ。死んだらそこで終わりなの、次はないの。どうせ誰かは死んでたんだ、次も誰かが死ぬ。早いとこ人狼とやらを見つけないと。モタールが人狼じゃなかったら絶対に許さない。恨むんだったら俺ら誘拐したやつら恨むよな。ねえ、私間違えたの。私は間違えたのよ。信じれないよ。どうやったら間違えるんだよ。本当よ、信じて。ねえニーナ。最低。トールはなんでタイガに入れたんだ。どうせこいつが人狼だよ。こいつ両親殺してんだぞ。え、知らねえのかよ。
高校入ってすぐだよな。でもなんでかこいつは逮捕されずにのこのこと学校も通い続けてんだよ。違うよあれは。何が違うんだよ。家で両親殺して血まみれで包丁握りしめてたんだろ。同級生の親が警官でさ、第一発見者だったんだってさ。こんな犯罪者死んだって誰も困らないだろ。何も知らないくせに。ニーナいいよ。ムカつくんだよ。昔から偉そうに一匹狼気取ってて、俺はお前らと違うみたいな顔して。それは置いといて、別に右隣に入れなかったやつだけが怪しいわけじゃないだろ。人狼だったら怪しまれないように最初はおとなしく言う通りにしたかもしれない。これ今話し合っても状況変わらないんじゃない？情報が少なすぎる。死んだあいつが人狼かどうかわからないと。あ、能力者。そうよ、能力者。占い師。誰？占えるんでしょ、人狼かどうか。誰よ、いるはずでしょ。もしかして元春が。名乗り出ねえだろ。そうか、能力者ってバレたら明らかに人狼に狙われる。死んだあいつがもし占い師だったら最悪だ。このまま夜を待つしかないってこと。なんで、なんで僕たちなんだ。簡易トイレとシャワーもあった。最低限の生活ができるように。大丈夫、シャワーでも浴びてきたら。ってそんな気分じゃないか。大丈夫、こんな形の再会になっちゃったな。元くんも言ってたね、最悪の再会だって。あれから何してた？探したんだぞ、急に連絡取れなくなって、うん、ごめんね。死んじゃうっていうのもいいかもね。学校辞めて引っ越して1年ぐらい引きこもってた。そっか。でも最近ね、コンビニでバイトとかしちゃったりしてたんだ。少しは強くなれたんだ、あの頃より。そっか、それはよかった。タイガのおかげだよ。俺は何もしてないよ。弱くなるとき、これを見て頑張ろうって思えた。守ってくれた。ね、覚えてる？僕が小4の時に転校してきて、みんなに女みたいだってからかわれた時、タイガと元くんが。俺は何もしてない。何もできない。お前に助けられたのは俺だ。傷を舐め合ってたんだよ。あの事件があってから俺は一人だよ。でも母さんと約束したから、高校だけは卒業しようって。俺も写真見てた。あれは事故だったんだよ。正当防衛だった。俺は母さんを守れなかった。元春も。
食べとけよ。これから頭も体力も使うんだ。こんな状況でも食って生きろってことかな。ったく準備がいいよな。ほら、ニーナも。ほら。触るな。生きるためには食べなきゃいけないの。食べればいいんだろう。食べれば。そうよ。エリちゃんに持って行ってあげよう。大丈夫か？うん。なんか懐かしいね、こういうの。ニーナだよ。タイガもいる。開けていい？開けるよ。みんな食べたんだ。エリちゃんも食べて。嫌だ。エリちゃん。毒でも持って私を殺すつもりでしょ。そんなことしないよ。いや、出てって。毒なんか入ってないよ。こいつ死ぬ前に言ったんだよ。タイが生きろよって。俺の分までって。俺さ、親殺しって言われてるけど、父親がひどい DV でさ、よく母さん殴られてて、助けようとして俺も殴られたりして。ある日家に帰ってきたら、父親が母さん刺してて、包丁でブスって。俺必死で守ろうとしたら揉み合いになって、父親の喉に包丁刺さっててさ、血まみれの中で死に際に母さんが言ったんだ。ちゃんと高校卒業して立派な大人になれって。母さん、母さん、生きて、私の分まで生きて。母さん、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 母さん。その事件から俺を救ってくれたのは、モタールとニーナだった。俺たちはさ、
生きなきゃいけないんだよ。死んだ奴の分まで必死で。こんな状況でムカつくけどさ、生きてるんだから。モタル、頼んだよ。元君は人狼だったの？緊張感ないやつだな。ごめん。人狼はいつどこから襲ってくるのかな。少し寝ろよ。俺が起きてるから。大丈夫だよ。いいから。じゃあ後で交代しよう。起こしてよ。あ、で握っていい？タイガー、僕を守ってよ。守るよ、今度こそ。ニーナ、14時半。何、どうしたの？俺寝てたのか。何時間寝てた？いつの間に。俺が目覚ましたら、これが人狼ウイルス。化け物だ。いやだ、俺こんな死に方したくねえよ。誰か起きてたやつは？おかしいだろ、誰も気づかずにこんなに長い時間みんな寝てたなんて。プレイヤーの脳みそは全て支配下にあるって言ってた。また夜は来るってことか。絶対逃げられねえんだ。いや、
人狼を殺せばいいんだよ。時間だ。またやるのか。でもやっぱり誰が人狼かなんて。いや、村岡は人狼に殺された。ということは村岡は人狼ではなかったということだ。人狼は仲間を殺すことはない。昨日死んだ奴が人狼だったが、まだ人狼は一人残っている。元あるが村人だった場合は、まだ人狼は二人とも残っているってことだ。私はやっぱり人狼だったんじゃないかって思ってる。なんで？殺されたのが村岡だったから。どういうこと？昨日元春に投票したのは私と三宅先輩と村岡、その中の村岡が殺された。え？昨日元春が死ぬ時一番にかばったのがタイガだから。なんだよ。二人の人狼はゲームが有利に進むために隣の人に投票するルールを作ろうとした。でも元春は疑われ始めて、彼が人狼だって分かってたタイガは元春をかばった。そりゃかばうだろ。友達が殺されんだぞ。人狼仲間でしょ。頭おかしいんじゃないのか。じゃあなんで村岡が殺されたの？仲間に投票されたからじゃない？私や先輩が殺されてもおかしくなかった。違うよ。そんなの無茶がありすぎるよ。もしタイガが人狼だったとしても、スズの言う通り殺すなら先生じゃなくて先輩やスズでもよかったんだ。それだけで人狼なんて、先生なんて間違えて元君に入れたって言ってたんだし、殺す理由には。村岡が間違えたって言った時には信じてなかったじゃない。それは違うよ。スズおかしくなってるよ。じゃあ何？あなたが人狼？違う、僕は村人だ。あなた村岡に恨みあるんじゃない？え？おい、恨みってなんだよ。こいつ小学生の時村岡にセクハラされてたのよ。え？こいついじめられてたじゃない。それで相談乗るふりして二人っきりになって、私見てたのよ。なかなかの衝撃だった。あの女も相当な変態よ。それで昨日給食の時、ニーナが人狼で、その時の恨みで村岡を殺した。またもしの話かよ。そんな昔の話関係ないだろ。関係なくない。十分必要な証拠でしょ。私たちみんな知ってる顔なのよ。知ってるつもりなだけだろ。お前らはニーナのことを何も知らない。何？じゃあやっぱりあんた。いい加減にしろよ。岸本君もニーナ君も人狼じゃないと思う。私は鈴と三宅先輩が怪しいと思う。エリちゃん、どうして？私は霊能者。昨日元君を占ったの。それでどうだったんだ？元君は村人だった。人狼じゃなかった。だから昨日元君を本気でかばった岸本君と、言う通りに右隣に投票したニーナ君は人狼じゃないと思う。そんなのわからない。あなたが霊能者だっていう証拠もないし、それに元春のこと好きだったんでしょ。市場が入ってるんじゃない？霊能者の能力発動条件は夜23時以降に死体に話しかけること。あなたは人狼ですかってするとメールが届く。死んだはずの元君からメールが届いたの。俺は人狼じゃないって。なんで今そんなこと言ったら。霊能結果はゲームの時以外人に伝えてはいけないルールなの。そうじゃなくて、私は多分
今夜人狼に殺される。元春の分まで生きようって。私は許せない。罪もない元君がこんな奴らに殺されて、私の命なんてどうでもいい。元君の疑いを晴らしてあげたかった。エリー、人狼はまだ二人いる。私は鈴鹿三宅先輩が怪しいと思う。みんな知ってるでしょ、三宅先輩のひどい噂。猫を解剖してるって。俺は人狼なんかじゃない。三宅先輩だけじゃなくて鈴も。鈴のせいでうちの学校の先生が一人退職した。援助交際がバレて、その相手が鈴でしょ。今それ関係ある？必要な情報なんでしょ、知ってる顔だから。とにかく二人は特に理由もないのに人狼じゃない元君を指名した。私はそんな二人の意見は聞かない。元春もこんな気持ちだったのかな。悪いことしたな。元春のことはごめんね。エリの覚悟は伝わった。でも行きたいのはみんな同じ。私は確かに援交してた。でもそれだけ。人狼じゃない。信じない。私子供ができたの。援交相手の。もちろん下ろした。でも不思議なもんで、愛のない子でもお腹に宿ると愛おしいの。私は殺した。愛おしいあの子、あの子の分まで生きたいの。生きなきゃいけない。それだけよ。それこそ至上じゃない。私は昨日元君の言う通り右隣の人に投票したの。それが元君だった。あんたたちが言うこと聞かなかったせいで元君は死んだの。私は元君を殺すための一票を入れた。ふざけないで。ごめん、でも私は村人よ。騙されるな。中村すずは人狼だ。何言ってんの。俺は占い師だ。お前に影響されちまったのかな。なんでこんなタイミングで言っちまったのか。バカだな。でもこれで今夜殺されるのは野原だけに絞られなくなった。元春のこと本当に悪かったな。許してくれ。これが俺なりの罪滅ぼしだ。ちょっと待ってよ、なんでそんな嘘言うの。嘘はどっちだ。別にお前が怪しいと思って占ったわけじゃない。まだ情報が少なかったから誰でもよかったんだ。そしたらふざけんなよ。なんで私が人狼なんだよ。嘘ついてんじゃねえよ。すずやめろって。みんな時間ないよ。みんな分かった。こいつが人狼だ。こいつ嘘ついてる。こいつ嘘ついて私のこと陥れようとしてる。お前私に言えたら殺すからな。時間ないよ。分かった分かった。私が本当の占い師よ。こいつ嘘ついてる。はあ。こいつ占った。人狼だった。いくらなんでもそれは無理があるんじゃないか。本当よ。占い師の能力の発動条件は。は？それは教えてくれるのよ、脳内の映像で。いつ？夜23時。映像は足かせをはめてバーコードを赤外線通さないと流れないだろ。お前ずっと隅っこに座ってたじゃねえか。私は村人よ。みんな信じてよ。
鈴、投票しないと。くそ、準備はいい。くそ、せーの。違うのに、私、私は、すず、すず、死にたくない。ごめん。待っててね、元くん。僕たちどうなっちゃうのかな。おかしいんだ。え、わかんないけどなんかおかしいんだ。さっきの回なんで鈴に入れた。わからない、わからなくて。あの状況で誰を信じたらいいか。すず、あなたは本当に人狼だったの？幻滅した先生のこと。驚いた。でも昔の話だろ。タイガには知られたくなかったのにな。
人狼はあと一人。みんな聞いてほしい。三宅先輩は人狼だよ。はあ？なんで？ 100% 間違いない。もし鈴が本当に人狼だったとしたら、これでゲームが終わる。だけど鈴は人狼じゃない可能性の方が高い気がする。わかんねえよ、どういうことだよ。中村鈴は明らかに人狼だっただろ。占い師って嘘までついて。しゃべんなよ、もう騙されねえよ。聞かせてくれ。俺は、いや俺が本当の占い師だよ。え？お前、昨日先輩が占い師だって言い出して、すぐにこいつが人狼だって思ったけど、ここで俺が本物だって名乗り出たとしても、あの状況じゃまだ確実に人狼は二人残ってたから、俺殺されると思って。おい、こいつのこと信じんのか。お前のこと騙そうと思って嘘ついてるかもしれないだろ。昨日トールはあんたに投票した。おかしいと思ったんだ。初日あんだけ俺のことを疑ってたのに、次の日は俺に投票しなかった。トールは本当に俺を占ったんだ。昨日三宅先輩を占った、人狼だった。こいつは嘘をついてみんなを殺して生き残ったんだよ。ちょっと待って、本当にこいつが人狼だったら、もう一人の人狼も誰か知ってんだよな。ああ。もし鈴が人狼だったら、こいつが投票するってのは可能性は低い。だけどあの状況じゃ二人とも怪しまれたから、仲間の人狼を裏切ってってのもありえない話じゃない。初日に元春の言うことを聞かずに投票して生き残ってるのは俺と三宅先輩だけだよ。とにかくこいつが人狼なのは間違いない。もしかしたらこれでゲームが終わるかもしれない。俺はかけたんだよ。投票しよう。もうちょっとだったのにな。死にたくねえな。ゲームは終わったのかよ。おい、ゲームは終わったはずだろ。俺たちの勝ちだ、返してくれ。おい、出してくれ、出してくれよ。終わったんじゃねえのかよ、返してくれよ。おい、なんだよ、見てんだろ、聞いてんだろ。いいな、鈴は人狼じゃなかったんだな。タイガ、俺知ってたんだ。え？あの頃ニーナが村岡にされてたこと知ってたんだ。
そうだったんだ。でも言い出せなかった。あの時守ってやれなくてごめんだ。生きろよ。昨日俺が名乗り出てたら鈴は死ななくて済んだのか。そんなん分かんねえよ。俺鈴は初恋の人だったんだよ。鈴の予想当たってたんだ。もう気づいてんだろ。疑って悪かったな。許してくれよ。この場合どうなったら終わるんだろう。最後の一人になるまで。自分に投票しろってか。なんで俺たちだったのかな。考えてたんだ、ずっと。なんで僕たちなのかなって。僕たちは命を大事にしていなかったのかもしれない。このゲームはそんな僕たちの天罰なのかも。他人の命、新しい命、親の命、他にも多分みんな気づかないうちに生を当たり前にしてしまって。村岡を恨んでたのか。大河、僕に入れて。俺のために鈴も徹も殺したのか。守ってくれてありがとう。うるさい。お前なんか守った覚えはない。気づいたんだ、綺麗事じゃないって。この世界は残酷なんだ。みんな命の上に生きている。時間だ、投票しないと。俺はみんなの犠牲の上でなんか生きたくない。まだそんなこと言ってるの。そんなの偽善だ。どうして。わかるだろう。わかってるはずだよ。そういう世界だって。現実だろうがゲームだろうが、強い者が弱い者の上に立つ。すごくシンプルで分かりやすい世界だ。タイガは強いよ。弱さを知ってるから。人狼は夜になるとウイルスが体を蝕んで人間の理性が効かなくなる。本能が理性を奪う殺戮兵器だ。投票しなきゃ。
くよ。大丈夫。せーの。赤外線が出ない。タイガに人殺しはさせない。え、お前どうして。僕が。ニーナ、ニーナ、ニーナ、嫌で死ぬで。やめろ、もうやめてくれ、やめてくれ。ニーナ、やめろ。やめろ、ニーナ、やめろ、ニーナ、ニーナ。やるよ。俺は死ぬまで生きてやる。皆様、はじめまして、そしておめでとうございます。